発見時の SCP-1117-1、テーブルクロスには異常性質がないことが判明した。アイテム番号 SCP-1117。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-1117-1 はサイトの標準型安全保管庫に収容されます。いかなる状況でも、職員が収容室に入室すること、オブジェクトと相互作用することは許可されません。偶発的な暴露または実験によって生成された SCP-1117-3 は、接触を最小限に留めた隔離状況下に置きます。説明 SCP-1117-1 は長さ 90cm、幅 150cm、高さ 75cm の木製ダイニングテーブルです。実験によって、製造から約70年が経過していると示されており、異常な保存特性は見せていません。SCP-1117-1 は、SCP-1117-2 と指定される、様々な食べ物、飲み物を積んでいます。対象者によって消費された SCP-1117-2 は急速に置換されますが、テーブル上の正確な料理内容は一貫していません。分析ではパターンが見出されず、世界中の文化から料理や製品が観察されています。対象者は食事中、大いに楽しんでいる様子を見せます。実験により、対象者はテーブル上から皿を除去し、よそで振る舞うことが可能であると示されました。もたらされる結果は同様であり、食品の原点を知らない対象者は依然として、非常に美味しい、と述べます。SCP-1117-1 から飲食物を摂取した人物は、いずれも二次的な効果の対象となります。SCP-1117-3 と指定されるこれらの人物は、空腹を感じるたびに SCP-1117-2 を近くに自然発生させる能力を持ちます。SCP-1117-3 は自身が見つけた食品以外を食べることには強い抵抗感を見せ、SCP-1117-2 をこれ以上ない美味しさであると述べます。SCP-1117-3 型者と SCP-1117-2 を分け合った場合、この効果は拡散します。これらの効果を別とすれば、見つかった食品はその他の食品と区別がつきません。SCP-1117 暴露の副作用は、およそ1週間のうちに現れます。活動的なライフサイクルを持つ人物は、明白により早く影響を受け、わずか数日で症状を示し始めます。SCP-1117-3 はエネルギーレベルの着実な減少を見せ、疲れやすい体質になります。SCP-1117-2 を継続的に摂取することで効果は増大します。最初の暴露から3から6週間で、対象者は見たところエネルギー不足によって、あるいは理論上無害であるはずの感染症によって死亡します。異常な生理学的影響は見られず、解剖の結果は概ね決定的とは言えないもので、事前に確認されていたエネルギー排出減少に一致するダメージは一切見られません。影響を見せ始めた後の SCP-1117-3 に SCP-1117-2 以外の食品を摂取するよう強制すると、すべてのケースにおいて極端な吐き気と致命的な不整脈を引き起こします。解剖によって、リン酸、マグネシウム、カルシウムの深刻な枯渇が主な要因であると示されたものの、この枯渇の原因は不明です。当該 SCP の急速に拡散する能力を踏まえ、SCP-1117-1 は使用禁止が宣言されています。フィールドエージェントは、一般集団における SCP-1117 暴露の兆候に注意することが推奨されています。ほい。鍵をかけて閉じ込めておけ。研究はどん詰まりで、こいつは明らかに我々の役には立たない。一般集団内での感染の兆候にだけ気を払い続けてくれ。これが外に出たら大流行の可能性があるからな。このプロジェクトは全く目的が見える。ここでは日常的に山ほど死亡者が出るというのに、実験では未だに謎を解明できないままだ。少なくとも、死体の方が場所を取らないのは確かだが。博士。